ようございます。おはようございます。今日はみんながオファーが多かったんですが、はい、練習方法を知りたいっていう。練習方法、はい、はい、わかりました。さえちゃんは普段どんな練習をしてるのかっていうのを、はい、撮りたいと思います。はい、よろしくお願いします。何番から打ちますか、いつも。ピッチングから打ちます、うん、理由は、ピッチングの下がもう3度しか持ってないんですよ。まあ、3度はもうバンカーでしか使わないんで、最初ピッチングから一番下となるとピッチングってなっちゃうので。了解です。ピッチングから打ちます。はい、お願いします。お願いします。さえちゃん別にアイアン苦手じゃなくない？アイアンはまあ普通くらいです。うん、最近ウッドが全然当たんないですね。めっちゃダフっちゃう。いい感じ。夜はボールが見えていいね。うん、見やすい。片手で打ったりもします。右手だけ？左手両方？左手苦手。わかる。私も左手で打てない。ですよね。右手の方がまだ。うん。いろいろやるの大事だと思う。全然たくさん喋っていい？全然。全然いいよ。全然あの一緒に来てる感じで全然いいけど、たまたま一個ずつにするっていう。片手で打つのはさ、どういうなんかのを意識できる？あ、片手で打つ、なんか脇が締まって、なんだろう、こう脇が開いちゃう、こっち行っちゃう、ちゃんと当たんない時が多いんで、片手で打てるようになってからアイアンも打てるようになりました。おー確かに。絶対脇開くと打てないもんね、片手でね。打てないです。うん、わかるわかる。絶対こっち。さやちゃんさ、はい、鍛えてるっしょ。ね。足がすごいもんね。あのジーパンの、ね、筋肉の出方がね、後ろ出てます。そう、後ろ鍛えてる人のこの後ろなんだよね。そう、ここ、そう、ここがすごい。そう、お尻とこういう感じでしょ。こういうやつとか、あとこうなんか、そうだよね、スクワットとかめっちゃやってます。後ろがね、すごい。ここだけめっちゃやってます。本当によかった、成果が出てて。前にインスタでなんかジム通い始めますって言って、ゴルフに必要な筋肉なんかどこ鍛えればいいですかみたいな感じで書いた時に、結構お尻の筋肉とか、まあ、このもも裏の筋肉っていうのがコメントで多かったんで。あ、じゃあゴルフのために鍛えたんだ。まあ、それもありますね。あと、まあお尻は普通にヒップアップしたいっていうのもあるんですけど、ちょうどいいなと思って。お尻もヒップアップしてゴルフもにもいいみたいな。いやね、いい後ろしてるよ。いい後ろ。なんて言ってるかわかんないんだけど。さきちゃんが超笑ってるから。電池切れた。練習してて。はい。アイアン7番に変えました。なんか7番の方がいい振りしてんね。7番好きですね、結構ね。7番なんかめっちゃ練習したんですよね。なんかの、うん、全然違う。ピートピートおーピート7番。ピーはもうなんか当たる時と当たんない時がある。どんどんクラブ変えますね。
あの飽き性なんでちょっとうまく言ってたらもういいやみたいな、もういいやみたいな、ナナはもういいみたいな、ナナもう大丈夫。ユーティリティは得意？最近なんかずっと持ってたんですけど使ってなくて、うんうん、140ヤードぐらいの時に、うん、いつも何で打っていいか分かんなくて7番で若干届かないんですよ。でこれを使い始めて、あ結構打てると思って、ウッドは打てないんですけどユーティリティは打てる、大丈夫。あそういうこともある、ね、打てるって言ってめっちゃトップした。いいね。いいね。練習場でさ、はい、ああやって丸がいっぱいあるじゃん、はい、いろんな方向とかに打ったりしないの？あ、これ終わって飽きてきた飽きてきたらもう友達と来てるときは あれ言うの勝負したりとか、そう、3回乗った方が勝ちねみたいな、あでジュースかけたりとかやってます。そうだよね、打ちっぱなし来るとそうなってくるだろうな。いいね。なんか左行くな。問題のウッド行くか。どんどん変える。左に行くの直さず。面白いよ。変えませんどんなに。変えない。私もうひたすら9番で1時間とか打ってる。このミスが多いの？左行きますね。ダフルかめっちゃ左行くか。なんでだ。左だけど。7番アイアンからしたら確かに苦手そうだね。そうですね。もう飛距離変わんない。さえちゃんさえちゃん、はい、250の看板に向かってそのウッド打てる？あ、わかりました。スタンスはそこまで変えないで。スタンスはそこまで変えない。あ、そういうことか。そう。変えないで、はい、あそこに打ち出せる。そう。それがさえちゃんのまっすぐな。そう。さえちゃんはあそこにターゲットにとって左に引っ掛けてんだけど、はいはいはい、あそこにターゲット打ち出すイメージを持てば、多分そこしか行く。まっすぐしか行く。すごい。もうちょっと、もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょっと、ちょっと向いてもいいよ、気持ち悪かったら。そう、いい。そしたらさえちゃんは戻ってくる。戻ってきてまっすぐみたいな。変なダフりもなくなる。なくなりますね。どういうこと？さえちゃんは結構インから入ってきて、うんうんうん、ダフるかすごいチーピンが出るみたいな、うん、だから出玉をもう思いっきり右にターゲットを持つことでちょうどまっすぐ、え160の方、あっちの250、そう、あっちに、マジ250の方、あっちの250の話してると思った。それぐらいやっぱ下から入ってくるから、そう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 、ああもういい、そのボールいいよ、飛ぶし、いい感じだ。変な殴りもだいぶ、打ちづらい？いや、大丈夫です。そうでもない？はい、そう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 。
処置なんですけど、でも本当にそれは全然やる、はい、私とかでもドローが強かった時はやっぱあっちに持ってかないと自分じゃなんかやり方わかんなくて。そうだよ、今日はありがとうございます。全然全然もうでもね、大したねアドバイスできないんだけど私は。そう、今のが完璧。めっちゃいい。今のは一番いい入り。さえちゃんのドライバー編に参ります。はい、あるんだぞちゃんと。あれ今日それで行くの？今日これで行きます。なんかこれで打ち始めたら重さが結構違うんで、お軽い方、軽い方ってかいつも使ってるやつなんか打てなくなっちゃって。あ、そう。こっちで頑張ります。お、いいじゃん。いいじゃん。飛んでるよ。ナイスショー。ただね、前会った時より飛んでる、間違いない。あっち行ってるけど出玉が全然強いもん。ドライバーは何を大事にしてるの？最近こう上げるときに右足重心になりすぎて軸がめっちゃもうこんな、こんな感じになっちゃうってこと？そうですそうです。ってなりすぎちゃってて全然なんかちゃんと当たってなかったんで、上げるときもなんかあんまりこっち側に行きすぎないように、おー、まあブレないようにみたいな。スエーってこと？スエーをなくす？スエーがわかんない。スエー、これ左右に。そうですそうですそうです。それをなくすように。いいいい。いや、これはあ、でもさっきのもそう軽くはないし。あ、いいいい。あ、なんかあれだね、これはもう角度の問題だね。そうだね。寝てるか。いいね、いいね、これ。でもそっちの方が距離伸びた？伸びましたね。なんかそんな感じする。そう、ちゃんと当たるようになったよ。全然これと出てるボールが違うから、あっちなんて一個もいかないからね、これ。もういいんじゃない今は。同じクラブを打ったことないのに。いいですよ。怪しいな、得意になったか。あ、でもでもいいよ。悪くはない。やっぱね、今ドライバー振った後だからね、ちょっとね感覚がね。いいじゃん。ここにさ、こうやってキスしたもん。で、キス？こっちの方。あ、そう。上げて。そう、そのまま打てる。最後あっち向きます。最後あっち向いていい。そう、そう。おー、まっすぐいい感じ。肩にキス、肩にキス。あ、惜しい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 。難しいよね。肩にキス当たるから絶対。そう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 。いいいい。全然当たりが違う。いいよ、いいよ。さっきよりだいぶ捕まらなくなってきました。うん。そんなに意識しなくて、しなくて。まっすぐ。チピ出なくなったね。はい。しっかり。じゃあさえちゃんの5番。おお、今めっちゃいい。いい。うん、克服。克服しましたね。嬉しい、本当に。ありがとうございます。ぐらいありがとうございます。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう全然平気だね。平気です。5番ウッドは。もう2ヶ月ぐらい悩んでたのが嘘のようです。本当どこがダフるんだろうぐらいバシバシ。あと5番ウッドを一番長く練習。そうですね。今日は一番長く練習。珍しく。飽きずにやってました。飽きずに。でもまあ前回一緒にラウンドした時よりもすごく飛距離が伸びてて。はい、かなり伸びましたね。全体的に、ね、ますますバージョンアップしてて次のラウンド動画を撮るのが楽しみです。今日は遅くまでありがとうございました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお願いします。お願いします。バイバーイ。